どうも皆さんこんにちは、ありがとうございます。なんとか見あの顔見知りがいるもんですから、高いところから申し訳ございません。本当は神社の催し物なんですけども、なぜか坊主頭の、私が来ました。保存会会長の若山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。また、令和元年明けましておめでとうございます。こうやってね、言葉を発せられるのもですね、今回のもう平成上皇様というんですよね、上皇さんですよね、崩御という、ね、形じゃなくて退位という形なもんですから、こういったおめでたい挨拶ができるわけですけども、新聞によりますと昨日ですか、一般参賀14万人の人が集まったというふうに聞いております。14万人というと加藤の合併して人口が11万5千人いるかどうかですから、加藤市の人口よりも多いということですね。まあ、びっくりしますけど、まあ、今日はそれに同じぐらいの皆さんお集まりいただきました。どうも大変ありがとうございます。まあもう隣の富士ご覧になりました。そうですか。去年の富士がですね、まあ、本当に早かったですね。で、富士祭りにはなぜか富士がないというふうな状態だったもんですからね、今年は、まあ、なんとか今年も1週間ぐらい前にちょっと来た時、まだ下の方が咲いてなかったですけどね、これも今咲き揃いまして、ただ下まで咲くと上の方が枯れてくるんですね。これで、なかなかその完全な状態で藤の花が咲くっていうのは、私も67年、見てきました。あ、そうでもないですね、見てきましたけども、本当になかなか難しいんですけども、ただ今年はなかなかいい咲き具合というふうに思っております。今回平成元年最初の玉敷神楽、正式名は玉敷神社神楽と申します。玉敷神社神楽の春季大祭における最初の奉納でございます。実は午前中ですね、そちらの11時からそちらの本堂の方でご記念がございましてね、その時にこちと6座やりますけども、そのうちの1座のおかめの座というを神様の前で奉納しております。ご存知のように神楽っていうのは、まあ、今日ね皆さん見ていただいてますけども、本来は神様の前で舞うのが神楽ということなんですね。それちょっと記憶しておいていただければと思いますけども、もう半そろそろ時間になりますけども、今日はちょっと神楽師さん13人全部いるんですけども、ちょっと人数の関係でですね、今日は6座に絞らさせていただきたいと思います。時間の許す限り最後までご覧いただければ大変ありがたいと思います。それでは開始したいと思います。よろしくお願いいたします。ただいまから演じる舞は鹿島香取の連れ舞です。鹿島は右手に鈴、左手に太刀、香取は右手に鈴、左手に鉾を持ち、基本動作である四方固めをゆったりとした平神楽で舞います。鳥兜、錦の狩犬、大口バカマといった武の神らしい勇壮なスタイルも魅力の一つです。Thank you.
Thank you.